こんにちは。あなたのダイエットを応援するネギチャンネルのネギシです。今日はですね、糖質 50% オフのパスタ、この乾麺を紹介したいと思います。じゃーん。今までですね、低糖質のパスタっていうのは冷凍やもしくは半生タイプで保存とか値段がネックだったんですね。でもこの商品はなんと初の乾麺なんです。今日はですね、このポポロの糖質 50% オフの乾麺と通常の、パスタ、この乾麺とですね、成分と味どう違うのかっていうのを検討してみたいと思います。はい、ではですね、普通のパスタとポポロ糖質 50% オフのパスタ、これの成分表を比べてみましょう。その成分表を出してみますね。よいしょ。はい、この成分表を見ていきたいと思います。ではこの表で、普通の商品とポポロの糖質オフのパスタを見比べていきましょう。上から見ると分かるように、熱量カロリーがですね、普通のパスタが 100g 中378kcal 中、ポポロがですね 275kcal。 カロリーでは、圧勝ですね。次にタンパク質でもポポロの方が 16.2 と多いですよね。そして脂質は低く、炭水化物、こちらはですね、炭水化物量でいうと 72.2 と 70.3 なんで、それほど変わりはないんですが、ここでですね、食物繊維量を見てみると違いがすごく出るんですね。通常商品は食物繊維が 2.2g になるのに対し、ポポロは食物繊維が 43.6% なんですよ。糖質っていうのは皆さんご存知のように、炭水化物から食物繊維を引いた数字が糖質なんですね。なので、ポポロの糖質はなんと、70.3-43.6 なので 26.7g というとてもパスタとしては少ない数字なんです。ただここで注意しなきゃいけないのは、確かに通常のパスタに比べては半分以下の糖質量ですけれども、糖質ダイエットをしている人に対しては1食 26.7g っていうのはちょっと取りすぎなんですね。なので BMI で30以上のすごい太っている人はこれでも痩せるかもしれませんが、 BMI 30以下の人っていうのはこれだと痩せない可能性がありますので、3食これは食べないようにしてください。ただ、ダイエットを終了してもうこの体重でいいよっていう現状維持の人はこれをたくさん食べても構いませんし、健康目的ですねの人はパスタを食べるよりもこのポポロの糖質オフのパスタをいっぱい食べるようにしてください。そして次はですね、栄養成分ではないんですが、茹で時間がですね、通常の商品が7分なのに対してポポロは3分長い10分なんですね。まあ3分くらいはあまり気にならないのかなと思います。そして、一番大事なのは値段ですよね。 100g 中の値段を出してみました。通常商品が 100g、まあ一束ですよね、が32円ぐらいなのに対して、このポポロは一束がですね 100g 60円といって約2倍の価格になります。最後に気になるのは味ですよね。では実際に茹でてみたので食べてみたいと思います。私の大好きなたらこスパゲティにしてみました。よいしょ。茹で時間が10分なんですが、それほど気にならなかったです。では食べてみます。歯ごたえもしっかりしてますね。一言で言うと美味しいです。例えるならば、そうですね、小麦粉の味の薄いちょっと茹で時間が短かったパスタって感じですかね。でも低糖質麺をいろいろ私食べてますけど、その中では一番美味しいと思います。これはありですね。はい、味見をしてみました。これはですね、糖質制限をしてない人でも美味しく食べられる味だと思います。低糖質の商品って普段低糖質をしてない人が食べるととてもまずく感じるんですね。けれどもこのポポロの商品は全然大丈夫だと思います。これらを考慮すると、通常の商品ですね、この通常の商品よりも
約2倍の値段はしますが、私的にはもうこれの圧勝です。この商品はですね、低糖質ダイエットをするならば朝ごはんか昼ごはんにして夜ごはんは食べないでくれれば低糖質ダイエットに使えると思います。もしくは体重が目標の数値までいって現状維持する人にもぴったりですね。あと健康目的のために食べるっていうのも全然あれだと思います。これは売れると思いますよ。今日は以上です。